クレ夫人は中国語圏末期の女性。揚州クレ軍クレ県の出身。孫県の精裁。弟に語系。子は孫作、孫県、孫、よく、孫正氏。女子一人。クレにおいて、武列皇后の死亡を送られた。三国史では、皇太子妃と呼ばれている。公院クレ当州元流行の記述によると、クレ夫人の父の名前は、クレ随で。 春秋時代の呉の初代の王、呪胞の四男、鬼殺の末裔である。元来の姓は姫であったが、呉の滅亡後、子孫は国王を、自分の生死とした。太平寒域では、父は、五明、五漢の放射とい、死子を歴任した。交漢の娘との説もある。五子は早くに父母を失ったため、戦闘に移住して、弟と共に暮らしていた。孫賢は、 彼女が最初兼備であると伝え聞くと妻として迎えたいと申し出た。しかし、五子の親族の者たちは孫権が軽薄で抜け目のないものであるとみなしていたため、それを嫌って反対した。これを聞いた孫権はひどく侮辱されたと思って恨みを抱いた。しかし、五子がどうして女一人のためにわざわざ災いを招くような真似をするのですか。もし仮に、 私が突ぎ先で不幸な目にあったとしても、それは運命なのですと言ったので、親族は孫健からの申し出を受け入れ、婚姻を許した。クレフ夫人は、旧平成4年には孫作を、河は5年には孫健を、河は7年には孫、欲を生んだ。他にも、孫正と一人の娘を生んだ。河は7年、孫健は五官の中老将であった、朱春の配下に加わり、 クレフ人と子供たちは受春で暮らした。中平6年、孫健が兵を挙げると、家族は六甲氷のブル県に移住した。初平成2年、孫健が上陽の戦いで戦死すると、孫氏のもとに玉璽があると聞き及んだ演術は、クレフ人を拘禁して強引に玉璽を奪った。その後は、江戸に移り住み、クレフ人は一人で子供たちを育てた。 家庭教育の面では子供たちに厳しかった。孫権の軍勢を取り戻すために、長男の孫作は、演術の旗本入り、旅飯を使わして、クレ夫人を弟のご家のの元へ送り届けた。公平元年、諸治は秘を極和に使わして、御死及び子たちを迎えさせ、これを保護した。孫作が、陽州で勢力を築き始めると、彼女はヘヒや、おかりを経て、 極穴に戻った。最後に、故郷暮れ県に住んでいた。前任の合佛大主王諦らが孫作に対抗するようになると、孫作は自ら討伐に出向きすぐさま撃破した。暮れ夫人は孫作に、王諦殿は、かつてお前の父とは家族ぐるみで、挨拶するほどの親しい仲でした。彼の子弟たちはすでにこの世になく、彼だけが残っています。父の旧友のよしとして、 彼一人でも見逃しておくれと言った。孫作は母の言葉に従い、王明を見逃して、その他の数ほか、先導らその一族を皆殺しの刑に処した。ある時、孫作の抗争であった、義禱は孫作の怒りを買って処刑されようとしていた。師大部たちはそのことを悲しみ、義禱を救う手立てがないことを憂いた。クレ夫人はこれを聞くと、お前は、 高難に勢力を広げたばかりでその波行はまだ、道半ばです。今こそ、賢者や非凡な才を持つ者を礼遇し、欠点には目をつぶって、功績を高く評価すべき時なのです。義党はその職務をしっかりと、まっとうしています。なのに、お前が、義党を殺しては、人々が揃って背くことになるでしょう。私は、災いがやってくるのを見たくありません。 その前にこの井戸に身を投げますと、大きな井戸の縁に寄りかかりながら、孫作に向けていった。このため孫作は思いと止まり、義頭を釈放したという。クレ夫人の知略や起点はおおよそ、皆、こういう風なものであったという。孫作が殺されると、孫権がその後を継いだ。孫権がまだ若かったため、それを心配したご子は、長生と東重ねを呼び出し、将来のことを相談する。 また、政治、軍事の両面にわたって、孫権に助言し、大きく貢献した。懸案7年、関和他氏の戦いで、炎章を破る勢いのあった曹操が、孫権のもとに死者を差し向け、人質を送るよう命令した。孫権は軍臣たちに議論をさせたが、長将や旗松といった参謀たちもはっきりとした意見を出せなかった。孫権は、 心の中では人質を送りたくないと考えていたことから、クレ夫人のもとに、周囲一人を連れて、その席で議論をしようとした。周囲は人質を送らずこのまま力を蓄えて、天下の情勢を見極めるべきと述べ、クレ夫人もこれに同調した。また孫権に対し、周囲を兄として使えるよう命じた。孫権はこれに従った。同年、クレ夫人は死去した。亡くなる前に、 長将らを招いて、工事を託し、高領にが裾された。しかし、三国史に中央をつけた、敗将史は、当時の海警軍の公共の記録から、県安十二年に死去したと断言している。後に、孫権が語を立てると、呉夫人は、武列皇后と送りなされた。戦闘の呉島記は、呉夫人、孫氏、女子、貞夫人孫氏、愚氏の人物を比較し、 クレの女性を称賛する書物を残した。小説、三国支援儀では、クレ夫人は、孫権の第一夫人とされる。架空の人物として、妹の国田が登場し、孫権の第二夫人になっている。また、クレ夫人の子は四人の男子のみとされる。漢方の、送信記によれば、クレ夫人が長男を見ごもった時のこと、月が懐に入ったのを夢に見て、 その後に生まれたのが孫策であったという。また、孫権を見ごもった時には、太陽が懐に入ってくる夢を見たため、そのことを孫権に告げたという。孫権は、ガツと太陽は、影と人の精髄であり、最も尊いものの象徴だ。俺の子孫は、栄えるに違いないといい喜んだという。ありがとうございます。